するが、往生をもって帽子を上げ立て祭りまする。皆様には覚悟にぎにぎしく、お参集賜り、厚く御礼申し上げ立て祭りまする。さて、この度、ご当地松竹座におきまして、関西歌舞伎を愛する会第23回7月大歌舞伎を執り行う運びと相なりましてござりまする。つきましては狂言名題をお披露申し上げ立て祭りまする。第1ビルド部真山聖歌作真山美穂今井豊重演出天保遊興録一幕勝左衛門太郎通称小吉中村橋之助鳥の芸者坂本屋の八重寺田岡隆太郎鳥の芸者辛口松坂庄之助中村邦夫鉄砲組添え番井上角兵衛嵐吉三郎杉の役人東西の名優若手俳優残らずまかりで7月3日初日より7月27日千秋楽まで愛務めますれば、本日ご参集の皆様にはご近所お友達を誘い合わせ、道頓堀松竹座へ意に意しくご来場賜りまするよう、隅から隅までずずずいと恋願い、おしあげ立て祭りまする。このため登場さよ。では大変お待たせをいたしました、ただいまからご出演者の方々にご登壇をいただきまして、一言ずつご挨拶を頂戴したいと思います。どうぞ皆さん盛大な拍手でお迎えいただきますようによろしくお願いいたします。ご登壇をいただきますお名前を私の方で申し上げますので、恐縮ですが舞台上手、奥の方からお並びいただきますようによろしくお願いを申し上げます。嵐吉三郎さん、どうぞ奥の方へよろしくお願いいたします。中村小太郎さん、どうぞよろしくお願いいたします。中村大志さん、どうぞよろしくお願いいたします。尾上菊之助さん、どうぞよろしくお願いいたします。中村菊之助さん、どうぞよろしくお願いいたします。中村神崎さん、どうぞよろしくお願いいたします。片岡秀太郎さん、どうぞよろしくお願いいたします。高田東次郎さん、どうぞよろしくお願いいたします。片岡仁左衛門さん、どうぞよろしくお願いいたします。中村時蔵さん、どうぞよろしくお願いいたします。中村千尺さん、どうぞよろしくお願いいたします。片岡高太郎さん、どうぞよろしくお願いいたします。片岡一蔵さん、どうぞよろしくお願いいたします。中村万太郎さん、どうぞよろしくお願いいたします。中村邦夫さん、どうぞよろしくお願いいたします。片岡松之助さん、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは坂田藤十郎さんからご挨拶を頂戴いたします。やばしろやを育てる会
上公演をずっと毎年続けさせていただけますのも、これもひとえにご見物皆々様のご欲望の賜物と、僭越ながら私よりも熱く熱く御礼申し上げる次第でございます。もうすぐ周知が開きますので、我々ずっと稽古の真っ最中でございます。どうかどうか一日でも、いや一回でも多くご覧賜りませるようお願いをいたしまして、簡単でございますが、お礼とお願いの言葉に変えさせていただきます。お暑い中こうしてお集まりいただきまして、誠に誠にありがとうございました。山城や、ありがとうございました。続きまして片岡仁左衛門さん、どうぞよろしくお願いいたします。マスカよ、松島や、仁左衛門でございます。今年もまたこの7月公演に出させていただきまして、こんな嬉しいことはございません。本当に昔この大阪で芝居が開かなかった時、当時の、知事さん、市長さん、そして沢村藤十郎さんが、ローソンで運動してくれまして、立派にこの公演が行いまして、それが今現在こうやって大入りを続けさせていただくことになりました。やはり庶民が支えるものとおっしゃいますが、やはり国の力も必要な時はございます。橋本さんのあれでこれちょっと腹立つので言わせてもらいますけども、国だけでなく本当に文化を愛するなら、もう少し文学の方にも力を、その通り、の文化のためにも、お願いしたいと思います。もう一番の腹立つよろしく、それでやはり皆様のご理解があります。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして片岡秀太郎さん、どうぞよろしくお願いいたします。マスカよ、片岡秀太郎でございます。1年ぶりに道頓堀に戻ってまいりました。一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして中村時蔵さん、どうぞよろしくお願いいたします。時蔵でございます。お暑いですね。暑い時には階段を見るのが一番です。で、人も松竹座夜の部神経重ねが淵、豊島虫怖いですから、ぜひ足をお運びください。どうぞよろしくお願いいたします。夜の部、ありがとうございました。続きまして中村勘雀さん、どうぞよろしくお願いいたします。夜の部、中村勘雀でございます。今年初めての大阪の公演、大変楽しみにしております。もう芝居中、役者連中みんな熱い思いで、選手役までやらせていただきますので、本当に一人でも多くの方見ていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。本日は暑い中どうもありがとうございます。ありがとうございました。続きまして中村千尺さん、どうぞよろしくお願いいたします。なるともや、千尺でございます。暑い中皆様ありがとうございます。1年ぶりに松竹座帰ってきて本当に嬉しく思っております。昼の部では、兄と夫婦を、そして最近お父様になったばっかりの菊之助さんとご一緒でございます。夜の部では、父藤十郎と兄弟を、兄とは親子を演じております。ちょっと不思議な関係でございますが、皆様来ていただいた方に満足いただけるよう一生懸命舞台務めますので、劇場でお待ちしております。ぜひ劇場にお運びください。今日はありがとうございます。ありがとうございました。続きまして中村志之助さん、どうぞよろしくお願いいたします。マジかよ、橋之助でございます。この大好きな大阪、7月の松竹座2年続けて読んでいただきまして、今回は息子の国男も一緒に参っております。楽まで精一杯務めますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして片岡坂太郎さん、どうぞよろしくお願いいたします。マジかよ、片岡高太郎でございます。こんにちは。1年ぶりの大阪、楽しみに参りました。昨日もご挨拶させていただいたんですけれども、今松竹の方ではシネマ歌舞伎というのをやっておりまして、油地獄の方、父の油地獄をやっております。ぜひそちらの方も、合わせてよろしくお願いいたします。今日はありがとうございます。ありがとうございました。続きまして尾上菊之助さん、どうぞよろしくお願いいたします。尾上菊之助でございます。皆様お暑い中本当にありがとうございます。
3日から27日まで一生懸命務めます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして片岡一蔵さん、どうぞよろしくお願いいたします。一蔵でございます。久々にこの7月の興行に参加させていただきまして、今日は久々の船乗り込みでございます。暑さに負けず頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして中村梅志さん、どうぞよろしくお願いいたします。中村梅志でございます。一生懸命務めさせていただきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして中村万太郎さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしく、万太郎でございます。一月よろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして中村小太郎さん、どうぞよろしくお願いいたします。中村小太郎でございます。昨年に引き続きまして、この7月の大阪の舞台に出演させていただきます。一日一日一生懸命勉強させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして中村邦夫さん、どうぞよろしくお願いいたします。中村邦夫でございます。僕は今回松竹座初オムビエでございまして、1ヶ月先輩方の教えを胸に一生懸命やっておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして嵐吉三郎さん、どうぞよろしくお願いいたします。嵐吉三郎でございます。上方で大事な名前、嵐の名字を持っているのは私一人になってしまいました。どうか応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして片岡松之助さん、どうぞよろしくお願いします。緑や松之助でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。7月27日の千秋楽まで連日熱演を繰り広げられます。俳優の皆様方にどうぞ皆さん盛大な拍手をお願いいたします。どうぞ一回だけよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして高田藤十郎さんによります手締めを行いたいと思います。高田藤十郎さん、どうぞよろしくお願いいたします。皆さん方も一緒に手締めの方よろしくお願いいたします。ではこの公演を祝しまして、また応援をしてくださる皆さん方のお祝いも兼ねまして手を締めさせていただきます。よろしくございますですか。大阪市でございます。打ちましょう。もう一つせい岩手三道山城や。ありがとうございました。
げ、公演劇十種のうち身代わり座禅、浮和津連中、生歌、林連中、山金右京、片岡義左衛門、太郎冠者、片岡孝太郎、男館淀川の先祖、中村万太郎、男館中之島鳴く兵、中村国夫、右の役人、王在の名優、若手俳優残らずの限りで、おい願い。